ミキサーね、ダルビッシュ、大谷さん、佐々木朗希という感じで、もうなかなかお揃いになられるのがすごい難しいということで、ね、私ごめんなさいね、ちょっと存じ上げへんもんで申し訳ないんですけども、もうその方とご存知の方、まあ、例えばお一人でもご存知の方手挙げてみてください。いやもう3人とも知ってるよという方でもね、えこんなにこのスマホの世界といいますか、ね、グループのこの演奏というんですかね、はい、もう素晴らしいのをこう3人揃われてグループ BC で戦われたこの試合を彷彿させるような感じで聞いていただけたらどうでしょう、よろしいでしょうか。ご準備の方もよろしいですか。それではどうぞお願いいたします。はい、はい、我々ですね、あの3人の共通点がありまして、iPad を楽器として使う、コンテストがありましてですね、アップレイヤーズというのが10年ほど前に、10年ちょっと前ですがね、はい、やりまして、で3人がその、まあ、決勝進んですよ、決勝戦に進んだのかこの3人、まあ、他に何人かいたんですけど、まあ、それが縁で、そうですね、で全員優勝を逃すっていうんですね。そうなんですよ、誰一人優勝はしてないんですしてないんですけど、審査員局でしょ。ああ、もう覚えてるね。はい、いただきました。いや、でもそのおかげで、ね、我々あの東京ドームのステージ立ったんですよ。あ、そうですね、東京ドームでもイベントがあって、そちらのステージ立たせていただいて、お客さん2万人ぐらいその時いたんですけど、すごい、すごい経験させていただきましたね。しかもそれ、まあ、今日はそれと同じぐらい熱いボディア、それ以上でいきましょう、それ以上でいきましょう。まあ、じゃあ自己紹介からいきます。僕は今日はあの九州は長崎からやってきました。YouTube の方ではアップルマンという名前で、まあ、最近ちょっと更新の方はあんまりしてないんですけれども、まあ、世界的にですね、あの YouTube にアップしていた動画が、バズりまして、ですごい回数再生されていまして、まあ、今もどうにかこうにか、 なんかその一応収益化していて、まあ、そちらの方もしっかりといただきながらですねやってるんですけれども、アップルマンという名前で活動してます。アップルマンです。よろしくお願いします。はい、このコンクールでは、今回3回目の出演となっていまして、ひょっとしたら知ってる、見たことあるなんてこともいるかもしれないんですけれども、私も、まあ、YouTube の方で、いろいろドラムの、叩いてる動画をアップしたりしてて、で、あの XJAPAN の YOSHIKI さんがあの、まあ、動画を見てくれて、まあ、一緒にやりたいねみたいなコメントをくれてですね、まあ、それ以来あの YOSHIKI 公認指ドラマーとしてやってます。指 YOSHIKI と言います。今日はよろしくお願いします。これ本当に公認なんですか。勝手に公認勝手に公認って言ってるだけです。はい、それですね、私はあの今回新参者で、まあ、ここに、このイベントに参加するのは初めてなんですけれども、まあまあ、2人とはずっと昔からやっている、松尾 P と申します。ですね、ガレージバンドはこの中でお使いの方どのくらいいらっしゃいますか。あのガレージバンドを使ったことのある方ちょっと手を挙げていただけますか。ありがとうございます。その方はあの僕のお客様になる可能性のある方なんです。というものもですね、あのガレージバンドの本を解説本を2冊書いておりまして、まあ、1冊2冊で今3冊目を書こうとしているところなんで、ぜひ3冊合わせてあの買っていただければと思います。で次のネタはあの、AI を使ってどれだけ楽をできるかということをやろうと思っています。まあ、そんなあのAI と、まあ、できるだけっていうかあのできるだけ自分でね手作業で入れたくはないんですよ、楽をしたいんです。そういう気持ちで、ガレージバンドに取り組んでおります。松尾と申します。よろしくお願いします。はい、じゃあ、あとは、それぞれですね、あの少し小ネタを皆さんにご覧いただければと思いまして、まあ、少し準備してきました。先ほど僕ちょっと言い忘れたんですけど、長崎の方ではミュージシャンとして活動をしてまして、あの FM 長崎の番組させてもらったりとかしております。まあ、あのどうしてもこのコロナ禍で最近ライブの方があまりできなかったりもしたんですけれども、まあ、実際のミュージシャンですね、あの本当ステージ立って僕はギター弾いてるんですけど、そういうミュージシャンがこういう iPad とか
iPad アプリを使うと、どういったことができるのかというのを実際にご覧いただければと思います。でガレージバンドというアプリを僕も使います。でその中の機能どう映ってるんですか。あ、すごい。おお、結構そういう大画面。よろしくお願いします。大画面ですね。でですね、その中で、1からちょっとこうやっていくのは時間の都合もありますので、このピアノのこのスマートピアノというガレージバンドの機能がありまして、これ使ったことある方もいらっしゃるかもしれませんけど、鍵盤を弾くと結構難しい、僕も間違えるんでね、あまり使わない。でもこれだと指一本で押すだけ でコードを設定しておけばこれで一人バンド的なことできないかなと思いまして、ちょっとやってみたいと思うんですが、これピアノでピアノだけでこう演奏するのでいいんですけど、なんかちょっとこうリズム帯欲しいなっていう気がするので、ここでリズムを足していきます。で、ここプラスして、まずドラム、やっぱりドラムがね、一番基本ですから、リズム帯はドラムに入れていきたいと思うんですけど、ちょっとした設定をしていきます。ここでドラムの設定でクォンタイズというのがありまして、あ、クォンタイズいいのかな、クォンタイズ。これで、ですね、跳ねるリズムにしたいんです。トンタッタトンタ。なので、ちょっとここ設定をね、変えていきますね。LCT をオフにして、そして、ここにスイングっていうのがあるんで、スイングの設定をしておくと、多少をこう、クリック、メトロノームに合わせて録音したときに、こう音がずれても、ピシッと合わせてくれるという便利な機能があるんですが、それを使って、録音をここでやってみたいと思います。これでいける。なかなかね、僕も楽器と違うんでちょっと不安なんですけどね。はい、これでドラムのトラックができました。でこのドラムはベースを入れたりとかいろいろあるんですけど、それちょっとプログラム今日大変なので、リズム帯だけ入れました。でここでもうちょっとこうパーカッションとかこう加えることでなんか賑やかにしたい。でそれはですね、このループ、ここにループがあるんですけど、これね、iPad、ガレージバンドというアプリは iPad の中でも iPhone に もう無料で入っているアプリなんですが、かなりですね、音を選べるという、すごいたくさんあるんです。こういうシェーカーだとか、なんかタンバリンっぽい音だとか、スナップとかね。で、この中で自分がこれがいいかなっていうのをちょっと選んでいくんですが、これもちょっと事前に選んでおきました。ここハートマークです。これをそのままぐーっとここにポンとドラッグして、ドラッグとドロップすると、ここにですね、ドラマーがね、入ってきました。クインシーさんっていうドラマーさんですね。この人が来ました。で、これでこの人ちょっとソロで流してみると、チッチッチャッチャッチッチッチャッ、今ストレートビートなのでこれをスイングに変えて、トッとタッタとここで変えます。変えて、はい、いわゆるここにドラマーがいて、僕がこの指示を出してる感じです。こういう風に叩いてくださいと。で、ここに楽器があるので、どの楽器を叩いてくださいっていうのをこうお願いするって感じですね。で、1番だとすごいシンプル、6番の方数が増えれば増えるだけちょっとこう複雑な感じのリズムを刻んでくれると。で、これタンバリンでしょ。タンバリンいらないな、シェーカーがいいな、じゃあコンが入れるかクラック入れるかでこうするとちょっと賑やかになってますよね。で、さっきのドラムにこうちょっと合わせてみると、これでリズムができたっていう感じです。で、じゃあこれにちょっと合わせて演奏してみるかってことなんですけどね。で、ピアノは先ほどスマートピアノっていうのをこう用意してましたけど、これで弾ける、ね、ちょっと生演奏っぽく見えるじゃないですか。それでは歌詞が大丈夫か分からないので堪忍します。
こういったことが手軽にできるっていうのが、ガレージバンドのすごいところかなと思います。ありがとうございます。はい、で次はですね、僕がやろうとしたことを先にやられてしまったんで、どうしようかと思ったんですが、マイクあります、はいはい、ではですね、僕はちょっと別のアプローチでいこうと思っています。一つはですね、やっぱり同じようにスマートピアノを使ってみようと思います。これがですね、スマートピアノの画面なんですが、これでキーを変えられるんですね。この右上の方にある歯車マークを選ぶと、これでキーを、ハニホヘだからヘチョウチョウになるんですかね、F にしてみます。 F にして、キーができるんですけれども、コードを弾けるんですが、ちょっとテンポを変えてみましょうか、ね、でこのタップテンポとなると、ここのタン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 、これで、今70BPM、1分間に70回打つ、そういうテンポに今なりました。まあ、意図してやったわけじゃなくて、自分がこう、このくらいのテンポで行こうと思ったらそれに設定できるというんです。でこうするとコードがここに並んでると思うんですけれども、まあ、こんな感じで、音が出るんですけれども、これ弾くのも面倒だなっていう、そう、さらにもう弾くすらしたくない、そういう時にはですね、このスマートプレイのスマートピアノのオートプレイっていうのがあるんですね。ここのダイヤルがあって、これを1に回すと、さっきまで、たくさんあったこの四角い枠がなくなって2つだけになっちゃう。でこれをやるとですね、例えば、この一番上の F っていうのを押します。これで F のコードが鳴るんです。F で始まる曲なんかあるかなと思ったら、Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let it into your heart. Then you can start to make it better. というふうにできてしまう。さっきアップルマンは指2つ使ってましたけど、僕は半分ですよ。 なんで僕頑張ってるのになんか悔しいですかねおかしいな、まあ、こういうふうに 省電力じゃないや省エネ、っていうのもある。はい、まあ、電気玉上がってますからね。で、まあ、ここはこういう、まあ、これコードを知らないといけないじゃないですか。でコードもなんかめんどくさいなって思った時に、やる方法があるんですよ。まあ、これはですね、今トラックスというモードを使ってるんですね。トラックスというのはその、まあ、楽器の一つのパートをこうどんどん重ねていくやり方なんですけれども、これとは全く別のですね、ライブループスという、ものがこの上のタブにあるんです。そうするとほらこういう、まあ、これまでと違う、見たことがない方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、ここにですね、いろんなジャンルが書かれています。例えば EDM、ヒップホップ、ダブステップ、R&B、ハウス、チル、ロック、エレクトロファンクといった皆さんが体験したことがないような音楽かもしれません。まあ、その中にですね、まあ、これ一つ一つが、例えばこの中の、次のページの、ネオンドリーム、これを選んでみましょう。そうするとこれまでと全く違う画面になったと思うんです。縦と横に、まあ、四角い、これセルっていうんですけども、これが配置されてて、これどうやって使うの？
じゃあ、ちょっと一番左上のをタップしてみましょうか。あれ、音が出ないですね。これを起動させるには一番下にあるこれトリガーって言うんですけども、これをタップします。すいません、ちょっと間違えました。これゼロからやらないといけなかった。ちょっとね、前のやつ、じゃあ同じようにそれでトラックを初期化できたと思います。これでいいかな。この一番下のボタンを押すだけでこういうサウンドができてます。まあ、あらかじめこの一つ一つの音源を、Apple が、Apple マンじゃなくて Apple が、設定してくれてるんです。なんか DJ にでもなってるんですよ、ね、じゃあ次の音しますね。かっこいいです。はい、次の展開。ちょっと静かになります。さらに静かにしましょう。ここに音数少なそう。ギターが入ってきました。いや、これですね。ギターは数少なそうです。ギターが。これにエフェクトをかけます。まあ、いろんなエレクトロミュージックとか、まあ、R&B とか、そのレゲエだったりとか、いろんなジャンルあるじゃないですか。でそういうのを一つ一つ、まあ、新しいのがどんどん生まれてくるんですが、まあ、そういうのを自分で追いかけるんじゃなくて、これ Apple がこう定期的に不定期に新しいネタがあったら、このプロジェクトっていうんですけれども、まあ、このグリッドっていうんですけれどもね、そのこれを形で新しいものが出たら通知をしてくれる。でそれをダウンロードするだけでいいんですよ。で、さっきの、まあ、このカテゴリーあるじゃないですか。この一番左上にある、これですね、サウンドライブラリ、これを見るとここに新しいものが出てくるんですね。で、まあ、これ僕全部ダウンロードしてるんで新着というのは出ないんですが、この中にニューというのがあったらそれをダウンロードすればいい。例えばこの中に一番下にアーティストとプロデューサーというところがあるんですけど、ここに、著名なその新進のプロデューサーがあって、この Z という人がすごく有名な、まあ、本当ヒット曲をたくさん作っている、まあ、ミュージシャンなんですけれども、彼のサウンドがここに入っているんです。で彼が作った音楽曲だったりプロジェクトだったり、あと楽器のサウンドだったり、あと、まあ、Apple Loop っていうフォーマットがあって、まあ、それも本当ドラッグしてドロップするだけで新しい音に、を作ることができるんですけども、これを使うと本当 Z 風なサウンドになったりする、という非常にお手軽なもの でなおかつ流行に、追いつくことができるという素晴らしいのが全部無料です。ガレージバンドだけでも無料なんですけれども、それってご存知の方は少ないと思うんですよ。自分の持っている iPhone、iPad、全てこれが無料で入っている。で、さらに新しい音楽がどんどん送り込まれてきているので、これもぜひ使っていただきたいなと思います。
以上です。はい、お二方、これはガレージバンドを使ったいろんなプレイを今ご披露してもらいましたが、私もそれをやるとなんかガレージバンドだらけになってしまうので、違うことをやろうかなと思います。で、過去2回ですね、ここに参加させていただいて、ひょっとしたら覚えている方もいるかもしれないですけど、いろんなものを使って叩いてきました。でいろんなものを使って叩いて、最初はですね、魚肉ソーセージを使ってドラムを叩くと。で、次の年がレモンを使ってレモンを叩くみたいなことをやったんですけど、魚肉ソーセージを使って叩いた時に、関西の人はあんまり魚肉ソーセージを食べないと。で、なんかポールウインナーってのを、それがまあ主流だっていう話を聞いて、関東の方そういうのも知らないんですよ、言ってないんで分かんなかったんですけど、昨日ドン・キホーテちょっと寄ってきたんですね、夜したら売ってましたポールウインナー。これあれでも魚肉じゃなくて豚肉なんですかね、知ってますこれ。ポールウインナーみんな知ってるんですか。でも豚だったらポークウインナーにすればポークウインナーですよね、ポールなんですよねこれね。でポールウインナーがいいよって言うんでポールウインナー買ってきて、これ叩けるかなと思って叩けるんですよこれ使って叩いてみようかなと思うんですけど、今日ちょっと真ん中より先、短めに持つと結構コツがいるんですよ。これまあ、ドラムのね、今日はいろいろ音楽的な話をしてるんで、ちょっとだけ音楽的な話をする、まあ、ドラムのビート、叩き方、リズムっていろんなリズムがあるんですけど、先ほどアップルマンも演奏してたシャッフル、スイングっていうちょっと跳ねたリズムで、まあ、普通の跳ねないリズムっていうのは、まあ、これが普通の、まあ、8ビートって言われるもので、まあ、これが音数多くなって16ビートだったりするんですけど、さっきのシャッフルとかスイングとかっていうのは、まあ、跳ねてるビート。で今日はちょっとこの跳ねてるビートをこのポールウィンナーを使って何か演奏してみようかなと思ったんですけど、跳ねてる曲って何が皆さんご存知かなと思って、まあ、一応関西では知らない人はいないぐらい有名な曲をちょっと1曲持ってきました。
まあ、いろんな曲あります、ね。元東京ホテル来てるってやつ。もらったやつか。いや、そんなことないですよ。最近ね、よくドン・キホーテ行くんですよね。やっぱり楽しいんですよね。あの京都駅前にあったんで、あの帰りにポールウィンナー売ってるんで、よかったら。ドン・キのお足物みたいになってます。ということで、ちょっとだけじゃあ、あの指吉木さんということで、あの激しいドラムの叩いているプレイというのが、一応あの普段やっていることなんで、最後に、1曲だけ、ちょっとそんなような曲をやりたいと思います。これも毎回やってるんですけれども、あのまあ、毎回課題曲をなんか1曲こう選んで、指吉木流にちょっと叩いてみたりしてますので、今日は、課題曲の中から1曲、翼をくださいという曲を選んでみました。で、これはあのパソコン上で全てオケを作っておりまして、歌も、全て AI で作った、ボーカル、なのでこれは今から聴いてもらう歌は機械です。今私の願い Let it be, let it be, let it be.
夢の中へ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 
ております。